フリーアナウンサーのスミレーナさんが9月28日、東京都内で行われた日本シグマックスのメディエイドスタイルケア発売記念 PR イベントにゲストとして登場した。鷲見さんは美しい姿勢を保つ秘訣を聞かれると、パーソナルジムで4から5年前からトレーニングを始めていますとトレーニング中の写真を公開しつつ告白。鷲見さんはトレーニングについてきついです、途中でもう二度とこのジムには来ないと思いながら笑い特笑しつつ、二度とやるもんかと思っても1週間後に予約を入れて帰るのでサボれないんですと笑いながら明かしていた。イベントには CM イメージキャラクターを務める女優の黒谷友香さんも出席。トレーニング中のスミさんの写真を見た黒谷さんから顔が必死ですけどと驚かれると、鷲見さんは照れ笑い、トレーニングを始めた理由については、代謝が悪い方なので、しっかり運動しないと汗をかけないので、意識して運動するようになりました、と明かしていた。また、鷲見さんは健康的な生活を送るためにしていることとして、最近ゴルフを始めまして、今はコロナ禍でなかなかラウンドには行けていないんですけど、打ちっぱなしに行ったり自主練を積んでいるところです、と説明。続けて、昨日も打ちっぱなしに行ってきました、と明かし、ハマっていますね、どっぷりと、笑い、とゴルフへの熱中ぶりを語っていた。イベントでは、同社のサポーター専業ブランド、メディエイドの10月1日から発売される新商品、メディエイドスタイルケア背中ストレッチと、メディエイドスタイルケアネックキーパーが紹介されたほか、黒谷さんが出演する新商品の新テレビ CM も公開。新 CM は、生き方をケアする、変で、背中ストレッチを着用した黒谷さんが美しい姿勢を見せる様子などがお披露目された。新 CM は10月1日から全国で放送される。